リディアは SR 式転覆のパーソナルストーリーやっていきましょう。はい、行くよ。無理なんだってば。いなかったよね、リディア。式転覆。またまたここ、ちょ、待って。ずっと部屋にいるの、また。ねえ。ずっと部屋だよ。君のパーソナルストーリーずっと部屋なんだけど。はあ、もうダメだ。もうダメだって何？どうして入学式に出るなんて無茶な約束、オルトとしちゃったんだろう。出ろ！入学式は出ろ。いや、拙者がオルトのお願いを断れきれなかった軟弱者だったからですよね。知ってる知ってる。以上、証明終了。怖えよ、一人でブツブツ言って。じゃなくて、ああ、引きこもりが入学式なんて全校生徒の集まりビッグイベント、いきなり出られるわけがないんだよ。前に立つわけじゃないんでしょ、別に。ねえ、どうすんの？やばくない？もう何その手。しかも今の僕は寮長なんだぞ。どんだけ周りに注目されるのか考えただけで。いや、寮長だから行くんでしょ。何そのやる気のない目は。激しいめまい、そして腹痛、完全に病気ですわ。病気ってするしかないですわ。何これ、すげえ、こっちまで鬱になりそう。イデアとずっと一緒にいると、あ、来た来たな、兄さん。あ、来たな、オルト、言ってやれって。ひい、オルト、どうかした？どうかしたじゃないでしょ、自分で全部話してたよね、さっき。僕ちょっと運動場に行ってくるね。あ、今日じゃないの？いや、今日だよね。あと1週間で入学式だし、早く新しいボディに慣れておかないと。ああ、まだ1週間のか。1週間前からそんな緊張してんの？絶対無理だよ。ね、当日。てかさ、待って。新しいボディ？え、あれ入れ替えてんの？ボディ。え、体入れ替えてんの？ああ、いってらっしゃい。遅くならないようにね。お母さん！そこだけお母さん。はーい。親子なんだよな、ここだけな、なんか。あんなにはしゃいで、入学式がそんなに嬉しいのかな。うん、嬉しいんじゃないの、新しい出会いとかあって。まあ、入学式、入学式って、別にワクワクしねえか。今さら、やっぱきついから入学式はパスとか言ったら、がっかりするよな。どうしよう。コンコン。はい。オルトか。おう、なんでそんな毎回ビビるの。リディア先輩、ハーツラビルのリードル・ローズハートです。あ、リドルじゃん。何しに来たの。リドル氏。なんでイグニハイド寮に。なんでこんなヘタレなの、ね、リディア。なんで後輩にビクビクしてんの。学園長に頼まれたんですよ。首輪をつけてでも入学式前の寮長集会にあなたを出席させろとね。ああ、もう。行かないからだよ、自分で。まったく、入学式が近いというのに、一度も準備に顔を出さないなんて。マジかよ。え、違う、イディアの姿見た人って何人ぐらいいるんだろう、この学校内で。集会に来ていない寮長はあなたとマレウス先輩ぐらいのものだ。ほら、早く出てきてください。マレウスに関してはしょうがないけど、イデア、お前はただただ部屋でゲームしてるだけでしょ。出てこい。無。無って何？無？無理。ああ、シンプル。は？無理？無理ってどういうことです？体調でも優れないんですか？違うよね。いや、今オルトもいないし、顔合わせて話すとか、あと集会とか全部しんどすぎて無理。正直すぎるね。嘘つけ、もう。行きたくないんだったら。体調悪いって。嘘つけ。ふざけてたことを、あなたは寮長だろ。そんな甘えが許されるわけがない。あ、これまだあれか。俺たちと出会う前のリドルか。僕も暇じゃないんだ。早く行きますよ。ドアを開けてください。開けてないんだね、まだドアを。いやだ。寮長なんて、なりたくてなったわけじゃないし。え？は、どういうこと？なりたく、え、どういうこと？指名されたってこと？なんて無責任な。どんな理由があろうと、
一度引き受けた役目を果たすのは当然のことでしょう。多分ぽいね。なんでイデアなんだろう。でもうわー、出ました出ました、当然価値観の押し付け始まりましたわ。うぜうぜ、いちいち腹の立つ人だな。僕が間違ったことを言ってるとでも、ドア越しで喧嘩しないでくれる。みんなあなたには迷惑してる。せめて入学式ぐらいはまともに準備を。ああ宿泊してちゃんと。はい、来ました、究極魔法。みんなコウキさんとする同調圧力、一般論に乏しめられ見えなくなる本質。ラッパーですかあなた。自主性のない若者、恐ろしいですわ。ツイステッドワンダーランドの未来が思いやられますわ。リドル、ドアぶっ壊していいと思うよもうずっとラップしてんだもん一人で。うぎぎ、あーもうドア越しに真っ赤になってるよこれ絶対。面と向かっては何も喋れないくせに、ドアを挟んでいるからって随分お好き放題多いだね。リドル一応先輩だからあれだよね、まあやめてあげてね。常々思っていたけど、あなたのその人を煽るような態度は学園の風紀を乱している。めちゃくちゃ言われてるぞ。何より僕が不快だ。今すぐその早口をやめろ。めちゃくちゃだなえ、何一人でキレてんの、怖っ。意味わかんないんですけど、ギャルなんだよねもう。ギャルなんよもうね、イデア半分ギャルなんよあなた。うっげー、それが不快だと言ってるんだ。喧嘩するなそこで。引きこもりの無能な寮長のくせに僕に偉そうに命令するな。悪口大会始まってるよ。ねえ、暴言なんだけど、ただの。僕は顕示欲まみれの君と違って控えめかつ奥ゆかしい性格なので。何これ、普通に口喧嘩してるよ今。何とおいで。ああ怒る怒る怒る。ひん、何と、とにかくほっといてくれ。君が入学する前から僕はこのスタイルでうまくやってきたんだ。ああそれ言われると何も言い返せなくない。そうでしょうとも、さぞ楽だったのでしょうね。イデアも後輩にここまで言われてなんか思わないの。オルトシュラウドにやらせておけばあなたは何もしなくていいですから。ああもうリドルは本質を見抜くね、やっぱ。え、うん、あなたは集会にも出ず、入学式の準備も訪問者の対応も何もかもあのロボットに任せきりにしてる。あ、ロボットなの。え、もう完全にロボットなの、それともサイボーグ的な感じなのかな。どうせ今度の入学式も出ないおつもりなんでしょ。もしかして挨拶も彼にさせるつもりですか。煽り合いだよもう、やめてよもう。なんだよこれ、なんだよ。壁一枚あればもう何でも言えんのかお前ら。いやリドルは言うけどさ、イデアの場合もう、イデア本当になんかネット民って感じがするまあ全員が全員こういうわけじゃないけどね。無責任な寮長に仕事を押し付けられてかわいそうに。ああなんか俺のイメージするネットに依存してる人ってこういうイメージあるわ。やっぱイデアのイメージあるわ。は？入学式に出ないなんて一言も言ってないんだが、勝手な思い込みやめてもらえます？煽りがすごい。今度の入学式には出るよ。ああそこはちゃんと決めてんだ。当たり前のことを自慢げに言わないでくれるかい。何もうこれずっと喧嘩してんの。散々僕のことバカにしてくださったんだ。感動的なスピーチを期待していいんですよね。リドル、リドルもちょっと言い過ぎだぞ。余裕ですわ。何これ、何これ、3年生と1年生が喧嘩してんの。あ違う、1年生違う、リドルが2年生。待ってこれいつの頃。それじゃあハンカチを握って待っていますから。多分これ2年生が1年生の時の入学式か。あーなるほど。ああどっか行った、あ聞いた、あれ僕はバカか、釣られたね、言っちゃったから。今度の入学式には出るよ。じゃないんだよ、無理なんだってば。あばばばば、どうしよう。あばばばばばば、あばばばばばば、言わんよ絶対俺。多分一生言わない言葉ベスト2だと思うわ。あとば続けて
ああ、すげえなイデア。何もなんかトラウマあんのかな。でもなんかトラウマありそうな気もするけどね。ここまでひどくなるって無理なんだって言えば。鏡の間、あ、入学式当日着きました。なんとか鏡の間までたどり着いたぞ。やれる、僕はやれる、自己暗示大事。あ、初めて見たイデアのこの式典服、紫あんま似合わないねイデア。うん、だまちった。つってない。ああ、ダメだ。怖すぎる。怖すぎるじゃないの。行きなさい。もうあそこまで短歌切って。どうせ僕が入ったらみんな注目するんだろう。そしてひそひそ話をされるに違いない。まあ、気持ちはわからんでもないけど、ずっともう外に出れなくなるよ、人の前に。誰？髪の毛燃えてない？あれが呪われたシュラード家の不幸が映るとか。めちゃくちゃ恐れられてんじゃん。それが全体的に青くてキモーいなんて言われて棒で突かれるかも。いやー、助けてー。何これ。ねえ、一人ミュージカルやってんの。いやー、ダメだ。一度落ち着こう。人のいない静かなところで頭を冷やしたい。もういいでしょ。ねえ、そのまま行かなくなるでしょう。ああ、オルトがいてくれれば勇気づけてもらえるのに、どこ行っちゃったんだよ。ああ、オルトね。はあ。なんなんだよ、もうどうしたら治るのこれ。ふうじゃね、行かなかったの結局。リドル氏の喧嘩なんて買うんじゃなかった。オルト氏に期待なんてさせるんじゃなかった。自分で言ったことだから腹くくれって。もうこれから僕はどうしたら。何、追い込まれてんのそんな。そこにいるのはシュラウドか。誰は、あ、誰、あ、マリウスだ。やはりシュラウドか。珍しいな。行かなかった組。マリウス氏、なんでここに。何この二人、なんか新鮮だな。いつぶりだ。寮長になったお前を見た記憶がほとんどない。マリウスドラコニア、茨の谷の次期王にしてディアソムニア寮の寮長。あ、やっぱ知ってんだね。情報だけは入ってるよね。どう考えても式典の主役になるはずのウルトラ SSR キャラがどうしてこんなところに。確かに。なんでずっとウロウロしてんの。行かなきゃいけないんじゃねえの。それで外で見かけるとは。こんなところで何を。ああ。あ、僕も今日は君と同じで、出ようと。思って。嘘がバレバレだよ。ねえ、嘘がバレバレだよ。もうちょっと上手くなりな、嘘つくの。なるほど、僕と同じか。わかるぞ、気が紛れるものだな。ああ、マリウスは今大変なんでしょ。今っていうかもういつもだけど大変なんでしょ。紛れる。おう、ん、紛れるだろ。景色を見たり空気を感じたり考え事をしてもいい、リラックスできる。確かに外出るとなんか気持ち変わるよね。あるわそういう時。リラックス？こっちは緊張の絶頂ですけど。なんか好きなものと、好きなものに言うとあれか、ゲームなのか。だからなんか他のものに興味持てばいいんじゃないの、イデアも。そうすればなんかいろいろ変わってくんじゃねえの。そうか、ならもっと楽しんだ方がいい。ああ、楽しむ？さすが僕様、何様、マリウス様ですわ。格が違いますわ。腹立つな、なんか言い方が。ん？なんだ？もう通じてないよ、マリウスに。あ、いや、別に何でも。なんか、すごい二人だな。でも僕は、オルトと約束してしまったんだ。今日はこの服を着て出るって。じゃあ行けばいいじゃん。行かなきゃ。だから、ああ、だけどやっぱり怖い。ああ。そもそもお前がその服を着ている意味は何だ。いや、思ったけどさ、あのさ、友達いねえの。知り合い一人もいねえのね。ええじゃないよ。ん、何これ。え、意味って、やっぱり似合ってない。僕たちおかしいかな。ごめん、僕たちじゃなかった。ごめんね、急に分身しちゃって。僕おかしいかな。さあ、似合っていなくはないが疑問は残るな。
確かにおかしいといえばおかしいかもしれない。なんだこれ、なんだ、うー、そのぐらいでへこむな。第一、なぜわざわざそんな格好で出るなどと約束するんだ。大したことでもないだろうに。まあそうだ、マリウスみたいな人は多分慣れてるからだろうね。イデアタイプはもうそれだけで緊張しちゃうんだね。妄想が広がって自分の中で、あーどうしよう、あーもう見られる、あーこれ目立つって、みんな大して気にしてないのに。まマリウス氏にとっては大したことじゃないだろうけど、でも僕には。そうだよね、人間は時折ひどく意味のないことをする。まそれが面白くもあるか。あーいいこと言うね、いいこと言うねマリウス。意味のない、うん、無駄なことを気にしすぎるんだよね。いや別にバカにしているわけではないんだ、興味深いと思ってな。マリウス、さすが、さすが年上、やっぱりですよね、そうですよね、知ってました、嘘つけ。こんな綺麗な服を着てそれらしくしたところで、僕なんか人前に立てるような器じゃないし、そもそも、あそういう解釈入っちゃう、どれだけあがいても将来闇ルート確定っていうか、マルチバッドエンディング採用っていうか、無駄っていうか、やめろってどんどんネット用語使うの。僕なんか何よ、もう自己嫌悪入ってるよ。シュラウド、どうした突然。まあ確かに嫌いなことは無理にする必要ないんじゃないかな。うん、なんでもないよ、構わないでくれ。女子入ります。あ、行っちゃった、行ってしまった、つくづく変わった男だな。うん、散歩に出るためにわざわざ式典服を着るなんて、あーそういう、なるほどね、気づかなかったんだね。それにしても今日は朝から騒がしい、何かあるのだろうか。ああ、もう、おー来た、あえ来んの、イグニハイド寮生ここに集まって、え一人しかいないでしょ、だってふん、あれだけの短歌を切っておきながら結局出てこないとは、やはり無能なままだったね。ああ言われてるよ、寮長がこうも適当では寮生も苦労していることだろう、同情するよ。めちゃくちゃ言うな、めちゃくちゃ言うな、すごいな。はあやれやれ、あ結局部屋、一周回って結局部屋ですか、寝てる、かっこよく寝てる。やっぱり外なんて僕を苦しめるイベントしか起こらない、くだらない下界の音なんて全部シャットアウトするに限りますわ。やば、なんかいいイヤホン、これヘッドホンか、ヘッドホン使ってんな。マリウス氏みたいに最初から何かを持っている人間と僕は違う、どうして忘れてたんだろう。ああ、なんかイデアって俺全然なんかそういうイメージなかったけど、結構かっこいい顔してるよね。ん？何？でもこれでよかったんじゃないかな、全校生徒の前で恥をかく前に僕は無理だって気づけて。まあいいんじゃない、それもしょうがないしね、もうこれ以上言っても。そうだよ、俺とも兄が醜態を晒す姿なんて見たくないに違いないよ、これでよかったんだ。自己完結入ってんだ、なんださすが拙者、オートで最良ルートを選択しているではないですか。一人でずっと喋ってるな、あなた、ねえ電話してるかと思うわ。ボルトもきっと今頃一人で入学式を満喫しているはずだ、だってあんなに楽しみにしてたんだから。ああ、もういいんじゃない、もうそれで、これでよかったんだ、これで。何、なんでちょっと悲しそうな顔してんの、なんでちょっと悲しそうな顔してんの、終わったんだけど。俺がよく冷えたうまい水を飲ませてやるよ。ネッサの憩い、終わらぬ宴、歌え踊れオアシスメーカー。